皆様こんにちは。大分市の別宝自動車と申します。本日は三菱ミニキャブの点検をいただいております。ありがとうございます。平成25年の登録ですが、約もうすでに22万キロ走行しておられる車です。ちょっとエンジンの不調と保冷庫の冷えが悪いということで、ご相談をいただきました。担当の工場長、いかがでしょうか。はい、エンジンの方の調子が悪いのは、プラグがもうダメで交換しました。なるほど。で、あと保冷庫の方はここにコンデンサーってあるんですけど、はい、これを冷やす後ろ側にファンのモーターがあるんですけど、はい、これがもう回ってなくて、一応ちょっとそれは今見積もり段階です。なるほどですね。はい、ファンの方はもうかなりやっぱり、まだしかし年式的には5年ぐらいですから痛むようなあれではないですよね。まあでも、ずっとやっぱ使いっぱなしでしょうからね。で、はい、走行距離もかなりいってるんで。なるほど。なんとも、はい、はい。じゃあ最後まで一つ完全に治るまで、試運転と点検していただいて、よろしくお願いいたします。はい。